はい、お子さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ではですね、本日のお支払いになるんですけれども、一応2種類ありまして、はい、1回ごとに払うパターンと、はい、回数券というのをご用意しているんですけれども、はい、1回ずつですと今日が初診料と検査料、と施術料合わせて1万800円になります。はい、で先ほど院長から説明があったと思うんですけれども、お子さん通われた方が良いということですので、回数券の方をお勧めしています。で回数券は8回分で4万3200円になりまして、これ1回換算にすると1回につき1000円安くなりますのでお得です。でもう一つ特典としたら、予約がですね、まとめて予約が取れるようになりますので、お勧めしております。まあ、注意事項はですね、期限が3ヶ月で決まっているんですけれども、まあ、先ほど説明があったと思うんですけれども、お子さん週に2回のペースで通われますので、大体1日あれば、消費してしまいますので、その心配はしなくていいかなと思いますけれども、はい、どうされますか？通いたいんで、はい、はい、お願いして。カードはどうでしょうかね？あ、そうですね、一応こちら書いてあるんですけど、一応国の以外のものも全て対応はしておりますので、あ、はい、カードも大丈夫です。であとですね、ペイペイもですね、ありますので、こちらでも大丈夫です。はい。どうしましょう。カードにします。カードにします。あ、承知しました。じゃあカードをお願いします。はい、ありがとうございます。ないんですけど、ちょっと今日手持ちがないんですけど。あ、そうですか。はい、ですね、一応ですね、内金という形で、例えば今日は1万円とかありましたら、1万円お預かりしていただいて、はい、次の時に精算という形で、今日から回数券を追加することができるんですけれども、はい、それでもよろしいですか？はい、じゃあそうしていただいていいですか？はい、承知いたしました。今日、じゃあ2万円入れます。あ、承知しました。はい。